昔々あるところに32の人魚、43の小人、26のユニコーン、そして57の妖精が住む森がありました。ある時森が呪われ、彼らは大変なことに。人魚は陸地に住むことになり、そのせいで小人がその場を去り、小人はユニコーンの生息域に侵入。ユニコーンは魔法の力を失ったので、妖精の手助けがなければ生きていけなくなってしまいました。妖精は働きすぎて疲れ切っています。ここには4つの魔法が。小人を消す魔法、人魚を小人ではなくユニコーンの土地に動かす魔法、偶数の生き物のみを治す魔法、そしてユニコーンを妖精に変える魔法です。あなたならどの魔法を選びますか？3を選びましょう。人魚とユニコーンは偶数の生き物なので、直してあげたら全ての問題が解決します。コリンズ夫人には5人の娘がいます。ハナ、エル、イブ、アンナ、そしてエヴァです。この名前の特徴に気づきましたか？名前が回文になっています。前から読んでも後ろから読んでもスペルが同じですよ。世界旅行中のアダムはとある王国を見つけました。地図もネットもないので、ただ歩き回っていたアダム。言葉もわからないので、標識も全く理解できません。しばらくすると素敵な城にたどり着き、そこには女性が2人います。そこは王室用の城で、部外者は立ち入り禁止のようです。どちらが本物のプリンセスか当てられたら通報はしないと約束してくれました。あなたにはわかりますか？壁を見てください。女王と一緒に写っている写真があります。右の女性が全く同じに見えます。彼女がプリンセスです。ジェネビーはタイムトラベラーで古代ギリシャに到着。周りに魅了され、バレてないようにすることを忘れてしまいました。この土地のものではないと怪しまれ、捕まえられたジェネビー。皇帝は彼女を尋問し始めますが、何も信じてもらえません。でも皇帝は優しい人だったので、脱出のチャンスをくれました。3人の少女の中で皇帝の娘を当てられたら自由の身になる約束をしてくれました。あなたにはわかりますか？こちらの少女は皇帝と同じネックレスをしています。娘に違いありません。人々はタイムマシーンを発明し、犯罪者が旅行を始め、時間の流れがおかしいことに。タイムポリスは犯罪者を捕まえようとしますが、助けが必要です。こちらのイラストをご覧ください。あなたにはタイムトラベラーがわかりますか？この人です。決まった髪型をご覧ください。この時代には床屋さんなんてないはず。お次は開拓西部時代、タイムトラベラーを当ててください。モダンなスニーカーを履いています。この人に決まりです。次は古代エジプト、イラストをよく見てこの時代にそぐわない人を当ててください。この女性を見てください。タンクトップに普通の靴？完全に場違いです。さあ、もっと見つけていきましょう。何か怪しい人が見えますか？この時代に携帯電話はないはずですので、この人が怪しいです。これまた旧石器時代の問題。場違いなのは誰？見た目はいいですが、この女性本を持っています。本はまだないですよね。いい感じです。タイムトラベラーはあと1人。中世に突入です。よくイラストを見て怪しい人を当ててください。イヤフォンを使っている彼、
間違いすぎですよね。トンプソン氏は外で物音を聞いた時、家の中で新聞を読んでいました。外に行くと誰かが車にぶつかったようです。隣人に何をしていたのか質問しました。スカーレットはビデオゲームをしていたと言い、チャールズは犬の散歩から帰ったばかりだと言い、テッサは家の裏でガーデニングをしていたと言います。嘘つきは誰でしょう。テッサでしょう。ガーデニングの道具も見当たりませんし、どう見てもガーデニングの格好とは言えませんよね。セリーナは家でクラスメイトと共にパーティーを楽しんでいます。すると突然家の電気が数分消えてしまいます。電気が回復すると、セリーナの両親はダイヤで覆われた高価な花瓶がないことに気づきました。セリーナが怪しいと思ったのはこの人たちです。テイタムはトイレにいたと言い、クイーンは何も盗んでないよ、花瓶が高価だなんて知りもしないしと言い、ディーンは停電した時プールに落ちちゃって出るのに大変だったんだよと言います。嘘つきは誰でしょう。嘘つきはディーンです。プールに落ちたなら濡れているはずですが、洋服は完全に乾いています。小さな町で店からチキンウィングが盗まれる事件が発生。容疑者は客であるこちらの3人。クック氏は職場で尋問され、パパッと昼飯を買いに行っただけで盗んでないよと言います。ベイリーさんは在宅中で朝食を作っていました。野菜を買いに行っただけですの、我が家はビーガンですからと言います。デールは大学生で勉強中の公園で見つかりました。サンドイッチを買って店を出たよ、何が盗まれたのと言いました。嘘つきを当ててください。ベイリーさんですね。家族はビーガンだと言いますが、チーズと牛乳があります。ビーガンならどちらも食べないですよね。パラレルワールドではお菓子を食べて楽しむことのみが許されています。誰も勉強もしなければ役に立つこともしません。レリムさんは友人とショッピングの後に帰宅し、娘たちに一日中何をしていたかを聞きました。花はポップコーンを食べながらドラマをずっと見ていたと言い、エルは友達とサッカーをしていたと言い、エイバは友達とビーチにいたと言いました。嘘つきは誰。花に違いありません。ポップコーンは大量に残っていますし、ベッドの下には本があります。サッカーの今シーズン、エルのチームは6試合をこなしました。2試合勝って2試合は同点、負けたのは2試合です。全試合で2点を取られ3点入れました。6試合の結果を当ててください。負け試合では1点は確実に取られています。負け試合が2で、取られた点は2点なので、2つの負け試合でそれぞれ1点ずつ取られたことになります。スコアはご覧の通り、取られた点はこれ以上ないので同点試合は0対0でしょう。残っているのは勝ち点3と勝ち試合2ということで、1対0の試合が1つ、2対0の試合が1つとなりますね。エイバは今週ずっと友達とのパーティーを楽しんでいました。おかげで部屋は散らかりっぱなし。金曜日には親友とのピクニックの約束があります。そのためにバッグ、サングラス、携帯電話が必要です。見つけてあげてください。ここにあります。よくわかりましたね。今日は土曜日ですが、まだ掃除をしていないエイバ。今日は友達とプールパーティーに行く予定です。水着、ネックレス、ハイヒールが必要です。また探すのを手伝ってください。こちらです。ありがとうございます。バスルームに向かったエイバは物がなくなっていることに気づきます。友達のエルに貸したんだった、エルは部屋にあるからと言いますが、もちろん散らかっています。エイバが口紅、ヘアドライヤー、ヘアブラシを探すのを手伝ってください。
ここにありました。全部わかりましたか？エルはサッカーの練習に向かいますが、サッカーボール、スニーカー、ランチが必要です。どこにあるかわかりますか？ここです。花が散歩から帰るとお気に入りのブレスレットがなくなっていることに気づきました。ブレスレットを気に入っていて、今パーティーに行く準備をしているエイヴァ。完全に怪しいと思った花はバスルームにいるエイヴァにブレスレットを返すように言い寄ります。あなたの散歩中はシャワーを浴びていたのよ。着替えだってここから出てないわ。ブレスレットを取る時間なんてないわよ、と言いますが嘘をついています。どうしてわかったのでしょう？もしエイヴァが本当にシャワーを浴びていたのなら鏡が曇っているはずですよね。でも全くその様子は見られません。